ジェット、本日の実験はあなたにも手伝ってもらいます。了解した。あなたも財団の一員である以上、そして私の部下である以上、無様な実験は許しません。了解した。この実験が成功すれば、必ずやジンクスの明るい未来に近づくはずです。頼みましたよ。了解した。というわけで、エレン・フリードとジェットの実験くん、イエーイ。ちょっと早く言ってください。はい、すいません、あの了解したばっかりでずるくなっちゃって、ちょっと笑いそうになっちゃった。いや、自分いっぱい喋りたいんですけど台本がこうなっちゃうんです。すいません。いつもそんな、なんか僕板前みたいじゃないですか。回転寿司の、いや似合ってますよ。回転寿司の板前さんってなんでか白衣でしょ。うん、こんな感じで。俺も給食当番、相変わらず給食当番ですけどね。給食当番だ。はい、まあ、改めましてこんにちは、エレン・フリート役の入野美優です。はい、こんにちは、ジェット役の中村祐一です。さあ、このコーナーはですね、はいよ、僕たちの演じるキャラクターにちなんで、いろいろ楽しい実験をしようというコーナーでございます。そうですね、入野さんの演じるこのエレン・フリート、はい、こちらですね、科学者ということですからね。はい、そして、中村さんが言っているのは、はい、まあ、僕にいろいろ命令をされて従っている部下でございますね。まあ、そうですね、設定ではそうなってます。設定では、まあ、それになって、その設定に習って、はい、今日は僕がいろいろああしてください、こうしてくださいって言うんで、本当ですか。そうですよ、そういうふうになってるでしょ。あ、本当だ。それに従って、はい、中村さんが実験をしていくということになっております。なるほど。なんでかね、今日は、まあ、たまたまこうキッチンからお届けするっていう。そうです、そうです。決してこれは、まあ、なんかここで料理対決をしたとかそういうことじゃなくて、これはもう別日ですから。そうそうそう、あくまでも別日でしてね、みんなはもう取り終わって帰って、我々二人居残りでやってるわけでは決してございませんから。衣装も変わってないわけではございませんね。決して今朝の3時とかそのぐらいではないです。いや、楽しくなってきましたね。はい、もう楽しくなって、ね、楽しくやっていきましょう。どんどんもうこう盛り上げていきましょうよ。はい、ちなみにですね、実験の前に、はい、僕と中村さんでもう実験の結果を予想するんですよ。で、その予想が合っていったら、勝ち。合ってた方の正解数が多い方の勝ちっていうふうになってます。はい、はい、なんか商品もあるそうなんで。それは負けられませんね。ね、前回はまあ僕がね、プリン盛り付け対決で勝っていますから。その辺はそんなこともありました、ね、あれは八百長だった。なんでなんでなんで。あれは驚きましたね。まさかスタッフ全員に実弾をばらまいてるなんてね。石田さんが。いやいや、何言ってんの。全く思わらず。普通にやって、あの結果ですよ。だって本当ですか。よくなかったの、中村さん。いや、もうじゃあ皆さんちょっとお手元の DVD をもう一回ご覧ください。ね。持ってるから。どうぞ。はい。なんで撮ってんの。そのままどうすんの、こっちの。ほら、やっぱり僕の勝ちだと思うんです、本来は。ただまあ、前回は、彼の方が主従、まだね、アニメをやってる最中とかでしたから、主従関係というところで花を持たせてやったんですけど。やったとか今回はもうアニメも終わりましてですね、はい、もうしばらく経ちますから、はい、もう全く設定を無視して僕が勝っちゃうなって。いやいや、負けませんよ、僕。もうだってここにある題材を見て、僕はもう実験分かりましたから。もう早い、さすが、さすがジェット。全然分かりました。計算できてるわけですよ、はい。じゃあ早速やっていきますか。あ、そうですか。はい。はい。あっさりしてる。それでは、はい、最初の実験です。はい、最初はですね、実験1、牛乳にレモン汁を入れると、ね、うん、牛乳はどうなるでしょうか。どうにかなっちゃうと。1、これ3択ですから。1、シュワシュワ泡が出る。2、ドロドロに固まる。3、透明になる。へぇ、シュワシュワかドロドロか透明になるか。もうね、普通に考えるだけだとただの酸っぱい牛乳になるんじゃないかなって。牛乳とレモンって完璧に相性悪いですからね。どんな、なんで完璧に相性悪いって分かるんですか。いや、だってレモンって食べた後なんで分かるんですか。いや、だから今涼しくなるの。まあいいや。どうですか。めっちゃ怒ってるよ。はいはい、ドロ、いや、俺の予想だとこれね、固まるような気がするんですよね。あ、そうか、答えなきゃいけないね、今はやろうとしてる。そうそう、まだ早い。あー、そうか、うん、1シュワシュワ、2ドロドロ、3透明ね、はい、皆さんはいかがでしょうか。この答え知ってますかね。一緒に実験やってもいいですよね。そうですね、見ながら。じゃあ1分待ちますから準備してください、うん、本当に1分待つのここから。あ、止めればいい。止めればいい止めてね、まあ、用意もしていただいたと思うんですけど、はい、じゃあ入野さんからどうぞ。俺はもう 2です。ドロドロに固まる。固まると、うん、固まりますよ。レモンの汁の中にある成分が牛乳の成分をガッチガチにね、固めてやりますよ、本当に。なるほど、僕もですね、ドロドロに固まる。いや、一緒なし。一緒なし。もうそういうの、そういうのやめ。そういうの、なしにしよう。あ、そういうの。そう。違うのにしましょう。透明になるわけないもんな。なるのかな。いや、でも俺は2か3だと思ったんですよ。シュワシュワには。じゃあシュワシュワにします。僕1にします。
じゃあ早速やってみましょう。早速やりますよ。じゃあまずこれレモンですね。もうね、僕が指示してやるっていう手で、ね、はい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 、指示指示、はい早くいきますよ。はいはい、まず1、コップ1杯分の牛乳を用意した人肌程度に温める。あ、これはもう温まってますね、うん、かったい。そしてレモンを半分にカットしてください。半分にカット、いや、ちょっと何が、ハンってなんですか。はい、はい、それを絞ってください。こうでいいですか。いや、やめてください。これ一気に結果分かってる。やります。やってください。うん、ワンクッション余計だと思うんだけどな。いやいや、そういうね、みんなをね、こうちょっとお願いしますよ。大丈夫ですか。いけますよ、このぐらい。はい、居酒屋で先輩のよくこうやって作るでしょう。あ、先輩のね、サワーとかをね、はい、そして、はいはい、グラスに7分目ぐらいまで人肌に温めた牛乳を注ぐ。はい、7分目、はい、?7 分目ですよ。ジェットだからもうしっかり7分目お願いしますよ。こぼれた。あ、もう汚い。もう、はいはい、ティッシュ。ティッシュない。ティッシュ、よし。じゃあ後でティッシュもらいましょう。はい、そして、その牛乳に絞ったレモン汁を入れて、マドラーなどでひたすら、マドラーないんだけど、じゃあこのスプーンで。スプーンで、はい。はい、いきますよ。もう入れちゃう。じゃあ皆さんいきますよ。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 まず入れます。いきます。入ったー。入ったー。混ぜる混ぜる、はい、混ぜて混ぜた混ぜてもっと、おぉ、だから言ったー。はい、はい、どうですか。もっと混ぜて、もっと混ぜて、もっと入れる、もっと入れて、もっと混ぜて。さあ、いかがでしょうか。これね、解説が今から入ってきますので、もうひたすらちょっとやり続けてください。どれに値するんだ。はい、今、結果をいただきました。これですね、答えは、うん、2のドロドロに固まるです。よっしゃ。拍手が少ない。そう、ありがとうございます。テレビの前のあなたもぜひ、これ答え入りの2合ってます。中村さん不正解でございます。ですね、解説いたしますね。僕は当たってたんですけど。いや、当たってない、当たってない。あ、当たって3って答えたでしょ。あれ1か。1って答えました。レモンの汁に含まれる酸には牛乳に含まれるタンパク質を固める性質がある。分かってるよ。牛乳にレモン汁を入れると固まるのです。はい、ということでございました。ドロドロですね。分かってましたけど。いやいや、中村さん残念ですね。いや、間違えちゃったかな。シワシワに泡出るはずないでしょ。本当にないですよね。どこにもその要素がないですもんね。ないです。ということで、実験1の結果を当てたのは絶対タンパク質ですもんね。エレンフリートでした。はい。